おはようございます。植松製材、注文製材、木材加工、人力製材、木スペルト製造販売、福島商店です。昨日と変わりまして、どんよりと曇った朝になりました。週末天気が下り坂という予報が出ています。日に日に拡大していくコロナの感染、一説では雨が降った方がしっとりした方がいくらか、そういった拡散に、つながらないというような噂もあります。毎日自分たちのできること、手洗いうがい、それと濃厚な接触、極力こういうところを意識しながら避けて、感染拡大の防止に努めていきたいと思います。今日も一日コロナに負けず頑張っていきたいと思います。植松製材、注文製材、人力製材、木材加工、木スペレットのことなら福島商店までお問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。